どうも、九州サウダイキです。今回ですけども、最近僕が購入したアイテム3点ドドンとご紹介していきたいなと思います。まあ、夏のシーズンということでちょっと暑くなってきた、まあ、5月中旬ぐらいからポンポンポンってあのアイテム購入したの で、まあ、その中でもすごくどれも皆さんにおすすめしたいアイテムだったので、まあ、そちらをねご紹介できればなと思っております。早速1点目、こちらダブレットのダックショーツを購入しました。ちなみにこちら 19SS のシーズンのショーツになってます。 19SS シーズンといえばダブレットが LVMH プライズで賞を取ったシーズンになりますね。もう早速なんですけど、こちらのね詳細を見ていきたいと思います。でまずこちらのパンツの、まあ、モチーフというかシルエットなんですけど、ペインターショーツをモチーフにしてます。まあ、なのでこう後ろの部分にはこうハンマーループがついてたりですね、まあ、こういった感じでツールポケットがついてます。まあ、そしてですね、なんといってもこの鮮やかな80年代を彷彿とするカラーリング、まあ、こちらにね僕も惚れてこのアイテム購入したんですけども、まあ、このカラーリングはですね 19SS シーズンのテーマとなっているようなカラーリングなのかなと思ってます。でちなみにこちら生地なんですけども、縦糸にコットン、横糸にローシルクを使用してですね、ちょっと見えますかね、まあ、こういった感じでちょっと熱風のあるような生地感になっています。まあ、シルクを使用しているということで、まあ、ちょっと落ち感のあるシルエットになるそうです。ということで早速履いていきたいなと思います。はい、ということで実際に着てみました。まあ、実際に着てみるとですね、まあ、膝上の丈感で、まあ、僕好みのサイジングになっているかと思います。まあ、ここまでね鮮やかだとこう一気に履いてると気分が、ね、上がりますね。まあ、僕自身もですね、去年からずっと気になってはいたんですけど、まあ、去年まあこういったまあちょっとポップなカラーリングのパンツをね PC のバラカで購入したので、まあちょっとその時はスルーしてたんですけど、まあ、今シーズン、まあ、2年越しのアイテムという形で購入させていただきました。はい、ということで続いて2点目です。2点目はですね、こちらマウトリーコンテーラーのロゴ T シャツを購入させていただきました。まあ、こちらのねアイテム、まあ、ロゴ T シャツなんですけども、まあ、なんといってもこの素材感ですね。コーディラ社のナイロンを使用したこの素材感が一番の特徴だと思います。吸水速乾性で接触冷感だったり、まあ、毛玉になりにくかったりシワになりにくかったり、まあ、引っ掛けに強かったりと、まあ、すごくね、まあ、高機能な生地を使用しています。本来だとですね、まあ、インナーですね、ピタッと貼り付くようなインナーとかに使用されている生地なんですけども、あえて身幅を出してこう1枚で着れるようなサイジングにしているようなアイテムです。これはもう絶対真夏の必需品だと思っております。ということでこちらも早速着てみたいなと思います。はい、ということで実際に着てみました。いかがでしょうか。いい感じないですか。身幅だったりサイジング、このショーツとのバランスもすごくいいかな、といいのかなと思っております。まあ、ちなみにこのマウトは後ろにこうブランドネームが入っているようなデザインになっています。で胸は同色のロゴが入っています。まあ、やっぱりね今着てるだけでもちょっとこうひんやりするような生地感なので、本当に7月後半8月がもう大活躍、こいつ頼みになるんだろうなっていうのがもう分かるような生地感なのかなって思います。はい、ということでどんどんご紹介していきますよ。最後になるんですけども、3点目がですねこちらルメールのハーフスリーブシャツですね。まあ、こちらのアイテムなんですけども、なんといってもこのルメールらしい色味とですね、このコットンレーヨンの素材感のバランスがすごく上品に仕上がってあるアイテムだと思います。まあ、ちょっと僕の今シーズンの気分をズバンと捉えたようなアイテムです。そしてですね、まあ、去年からお気に入りなんですけども、このルメールのゴブ袖だったりこのボックスシルエット、これはですね、まあ、去年もこういうシャツ買ったんですけども、まあ、すごく気に入ったので今シーズンもこういうシャツ欲しいなって思ってたところでした。そしてですね、まあ、今シーズンのルメールの特徴にもなるのかな、このちょっと大ぶりのステンカラーですね、この辺も個人的には気に入ってます。ただですね、こちらルメールらしくない部分もありまして、そちらがですねお値段なんですよ。お値段がですね3万円なんですよね。まあ、この辺はねなんかまあありがたいことにルメールらしくなくて、まあ、ぜひ気になった方、いいなと思った方、僕は買いだと思うんで、ぜひ今すぐチェックしに行っていただけたらなと思います。ということでこちらも着ていきたいなと思います。はい、ということで実際に着てみました。まあ、実際に着てみるとですね、透け感があってすごく軽さのあるアイテムなのかなって思います。まあ、ただサイズバランスはですね、まあ、僕の体型にすごく合ってて、まあ、一応これ48なんですけど、もうバッチリなのかなって思っ
ってます。こんぐらいちょっとゆったりで今シーズンはより着ていきたいかなって思ってます。まあ、こういうカーキのねアイテムとの相性が個人的には好きですね。はい、ということで今回はですねドドンと最近の購入品3点ですねご紹介させていただきました。個人的にはですね、まあ、どれもめちゃくちゃ気に入ってるアイテムで、まあちょっと去年のアイテムとかあってね皆さんにおすすめできないアイテムもあるんですけども、まあ今年のアイテムであればぜひね皆さんもチェックしていただけたらなと思います。ということで本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。